はい、4月27日の12時を過ぎました。ここで一つブレイクが起きましたね。これ今ご覧いただいているのがドル円の1時間足なんですけども、上と下にレンジの線をこうやって引いてますよね。これずいぶん前からお見せしていて、1週間ね、昨日までの1週間ですか、ずっとじりじりしていたと思うんですけども、こちらとこちらがまあ力点になるわけですよ。で、この度ね、こちらを破りましたんで、やっぱセルでかけて、行こうかなというところでございます。まあ一旦セルしてもう利確した後なんですけども、さらにですね、大きな売りの流れが来ると踏んでですね、続けていこうかと思います。まあ、ちなみに15分の方を見てみますね。15分の方リアルタイムなんですけども、やっぱりこう大きな売りの流れが来てますよね。一番このどっちですかね、右側のこれガーッと来てね、 M みたいな形になってるでしょ、画面中央で、上髭が出た直後に下の方に大きな、今現在ですけども、ロウソク足になってるわけなんですよ。ただ今私みたいにね、売りをかけて利確した人が山のように出てるんで、下髭になってます。で、利確した人が全員利確を完了すると、今度は売りの勢力だけ残りますんで、さらに下の方にね、ドドーンと第2波が来るんではないかなと思ってます。ということで、次のロウソク足も陰線でね、ガバッと来るんではないかなと考えて、そのタイミングを待っています。今ね、利確の人が、今、随分利確してますよ、これ。上の方から、この上の方から売りでかけてた人が、107円の739あたりで利確をね、バンバンやってますからね。で、切り番って言って、大体ね、350とかで利確するんですよ。タイマーかけてる人は。あとは、300とかですね。この辺で利確が起きてますんで、この2つが利確しきった時、もうね、売りを決済し終わった後で、もう一回かけていこうかなと思っております。それでは引き続きよろしくお願いします。ついに来ましたね。